人気コミックをドラマ化、オーラン高校ホストクラブ。原作は累計1200万部突破の人気少女漫画。超セレブ高校オーラン学院のヴィラン集団ホスト部、主人公の女生徒はひょんなことから入部させられ男子のふりをする羽目に。主人公にはドラマ初主演の川口春奈さん、ホスト部の部長に山本裕介さん、副部長には大東俊介さん。メインキャストが勢ぞろいした撮影現場を直撃。初主演という形ですけれども、今の心境はいかがですか？緊張しすぎて吐きそうですすごい発言聞きましたけどでもやる気だけはあるので、はい、頑張りたいです。皆さんどんな風に役作りとかっていうのはされてるんですか？アニメも漫画もありまして参考になるので、それを読みながら、はいはい、役作りはしましたし、あとはマナーのご指導の先生に直接こういろいろ教えていただいたり。その教えてもらった作法の中でちょっとこれは驚きだったなっていう作法とかって皆さんありましたか？お辞儀の仕方が、はい、頭を下げるの。だからこう、はい、お辞儀しますよね、はいはい、その時にこう頭を下げるの。腰からこう、ここの角度は変えちゃいけないんですね。首はちょっとオーラが全然違いますね。綺麗綺麗、ちょっと敷居の高い感じがします。お、拍手がまた出ました。そして流星さんだけが黒魔術部っていうのをお伺いしてるんですけれども、はい、ちょっとお人だけ衣装がやっぱ違くて、まあ、ちょっと間違いみたいな形になっていますけれど、はい、本読みの時点では独特しい感じ、ね、ここで川口さんに質問。7人のうち役柄でナンバーワンを選ぶとしたら誰ですか？お、皆さんアミューターが始まりましたよ、うん、ポージングですよ、ね、はい、ガチンコ勝負ってことですよね。もちろんでございます。わかりました、わかりました、まあ、これから始まるけど回答によってはギクシャクしている可能性今日からやのに。春菜ちゃん何が欲しいんだっけおいおい、せこいぞ、リアタイムがせこいぞ。どなたでしょうか？どうぞ。玉木。よっしゃ。おお、基本的にこういつもテンションが高くて、はい、一緒にいて常に笑顔でいられるんじゃないかなと。役と僕自身結構重なる部分あるんで、多分役じゃなくても多分僕を選ぶと思う。調子に乗るなよ、ポジティブやな。実際、実際は中村さんですかね。あれ、あらすごく自信があったのに本当。ここで皆さんにも質問。この夏の暑さ対策は？僕でもエアコンとかつけてあんまり過ごすのが好きじゃないので、寝るときとかはこう窓をちょっと開けてこう夜風に当たって寝るようにしたり。暑いって思わない？あ、気持ちのね、うん、精神論ね。精神論、それすぐ今からでも来ますもんね。絶対嘘だろあとどう、あれだんだんギクシャクしてきたな。個性的なメンバーで、笑いと癒しを、たくさんお届けできたらなと思っております。かなり面白いのでぜひオーラン高校ホストクラブご覧ください。